ファンプラスミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。プラスコテーションです。ボーカルギターの佐藤です。ドラムの石木です。ギターのタスクです。吉野翔です。私たちフラスコテーションは7月15日にファーストアルバム呼吸の景色リリースさせていただきました。イエーイやったね。今回は全15曲入りで約1時間に及ぶ大ボリュームの作品となっております。で、メンバーは作詞作曲に参加したりだとか、そうですね、結構ボリュームたっぷりで聴き応えがある作品となっておりますので、ぜひそれもSNS だとかホームページとかチェックしてよろしくお願いします。お願いします。これ、ね、はい、じゃあ恒例のこれのこれのプラスミュージックさん恒例のこれのマイ検索ワードのコーナー。やったよっしゃ。はい、そうですね、なんか僕たちが最近検索した、うん、ネットで検索したワードを一つずつ教えてくださいとのことで、うん、はい、どうしようかな、はい、誰から言いたい、これ行こうか、行っちゃっておこうか。はい、まあ、最近って言ってもめっちゃほんまに昨日ぐらいやねんけど、うん、機材車でこう曲かけるのに、うん、曲入ってなくて聞きたいのに、うん、でそれで何やろうな、あの曲何やったっけなって思って検索したワードが福山やった。福山雅治、福山でしかない、福山雅治、福山でしかない、だんだん名字やから。じゃあ 今ふとあの曲何やったっけが、あの曲何やったっけ今なってるから、歌詞を忘れてもうて、福山歌詞で検索してみる、ほんで歌詞で検索したら、最終的に当たったのは道しるべっていうめっちゃいい曲やった。聞いてください。あそこは道しるべが好きってことです。なるほどね。じゃあ、どうぞ。ゆすきさん、どうぞ。私はサウンドハウスさんを検索してて、うん、楽器が安く売ってるのね。そう、楽器がね、いっぱい売ってる、ね、インターネットのサイトがあるんですけど、うん、そこで、最近、7月15日に配信した無料の生配信のライブ見てくださった方は、気づいた方いると思うんですけど、実は MTR を購入して、うん、はい、新しい機材ね。そう、新しい機材ね。マイニューギアとかはツイッター上げてないんですけど、新しい機材買って、それをライブに導入したんですけど、それをしまうケースが欲しくて、ミキサーケースを調べてました。調べたね。でもなかなか、その持ってる MTR が D888 って言って、ちょっと高さが足る。高さマニアックな話すんの。そんな多分誰も分からない。俺らですら分かってない。分かってる。すごい、おおってなるかもしれないけど、まあ簡単に言うと、ちょっと高さが高くて、うん、みんなが使ってるようなエフェクターボードには入らなくて全然ないんですよ、うん、だからそれをめちゃめちゃ必死に探してましたよっていう話です。なるほどね。はい、大型版忘れたけどな俺。 M888D888 ちゃうか、ちゃうんかい、全部違うわ、ちゃうかったわ。じゃあ佐藤最後いきますか。いや、全然最後取り任せても。いや俺そんな思わないで、別に私は思わないよ。じゃあ行きますか。私は結構検索消しちゃうんですけど、うん、唯一残ってたのは水着。あ、なるほどね。もうね、そういうシーズンやしな。そう、夏やからこう行こうと思って、うん、水着買ったことなくて、買ったことない。水やったまさか、ずっと。中学生ぐらいまで、うん、高校生かぐらいまでって、うん、もうすく水でしかないやんか。それ以外着ひんし、うん、私高校生とか、うん、まあ、着なくらまくってインドアすぎて、まずプールにすら行きたくなかったから、うん、そう、だから水着とか買わんかったんですけど、うんうんうん、もうついに外に出てみよう、ついに私は外に出てみようと、まあ、買ってないですけど、買ってないですよ。見ただけじゃん。見ただけ。ちょっとこの、そうそう、この水着かわいいなと思って置いてる。じゃあ今年こそは楽しみにしてますってことで。今年こそは頑張ります。はい、はい、宣言しちゃったからな、もう、あ、頑張ります。でもメンバーで行こうか。メンバーで行こう。はい、はい、じゃあ宮下さん、僕が多分本当に一番最近に検索したワードで、なんで検索したのも正直そんな覚えてないですけど、クラゲ増え方って検索しました。それ多分俺と話して多分タスクと機材車で運転してる時に、なんでクラゲどうやって増えるんやろなみたいな話になって、なんか知らんけど、なんで、なんか最終的にたどり着いたらクラゲって不老不死やでって話が、多分なんか不老不死のクラゲがいるらしくて、死にそうになったら新しく DNA ができて、で、そいつがまた同じのができるらしいんですよ。すごくないですか？そういうことなんですよ。そう、
そんなことあるんや。そう、だからなんかクラゲはま卵うまいやん、絶対クラゲって、まあまあ、知らんけどな、別にそんな詳しく知らんけど、で、なんか子供産むんかなっていうところから、まあ、めちゃめちゃ盛り上がってもうて、そうクラゲがよかったね、クラゲがよかったね、検索したんや。死にそうになったら生き返るんですよ、クラゲ。死にそうになったらクローンを作るんやったっけ。そう、クローンみたいな作るから、そう、うん、クラゲは一生増え続けるよ、面白いってなって感じですか。はい、はい、そうですねぐらいですかね。そうですね、はい、じゃあこれがフラスコテーションのマイ検索ワードっていう感じですかね。はい、ですかね。はい、はい、感じですね、うん、はいはい。どうしよう。まあアルバム発売して、今後ともフラスコテーションよろしくお願いしますってことで、はい、どうぞ。どんなふりやねん。聞いてください、アルバム。はい、以上、はい、フラスコテーションでした。いや、ありがとうございます。